オリンピコ劇場、オリンピコ劇場のスカエナエフロンスマテオッティ広場から見た13世紀の城の門オリンピコ劇場はイタリアのビチェンツァにある劇場。古代ローマの野外劇場を模した劇場が屋内施設として作られており、ルネサンス期の著名な建築家アンドレイア・パル・ラーディオの設計により1580年から1585年に建てられた。 日本語でテアトロ・オリンピコと表記されることもある。オリンピコ劇場は13世紀に建てられた城の中庭に作られている。1555年、芸術家や町の有力者が文化活動の拠点としてアカデミア・オリンピカを創設し、1579年に建築家アンドレーア・パラーディオが古代ローマの劇場を模した高級建築を提案した。 1580年2月より建設が始まるが、アンドレア・パラーディオは、その数ヶ月後に死去する。設計管理は、アンドレア・パラーディオの息子のシッタの手を経て建築家、ビンチェンツォスカモッツィに引き継がれた。劇場は1585年に落成した。劇場の形式は古代ローマ劇場のリバイバル形式であるが、客席には、カウエアがなく、また、用地の問題から。 客席は半円形ではなく楕円形に配置されている。舞台背景のスカイナイフロンスは外線門風の列柱と彫像をはめ込んだ壁で構成され、外線門の背後には古代イギリシアの定媒の街路を再現した風景が木製で作られている。この定媒の風景や空の雲は遠近法を用いて客席から立体的に見えるように構成されている。 オリンピコ劇場は世界で初めての屋内劇場であり、内装は木や漆喰で作られている。ありがとうございます。